はい、皆さんこんばんは。はい、ということで、本日、秋葉原タイマズさんでの、ポップアップイベント、から今私も帰宅いたしまして、本当に、予想を超えるというか、ものすごい人数の、方が来ていただいて、本当に来ていただいた方々、本当にありがとうございました。はい、ということですね。まず冒頭でちょっとこう気になったことを、お話ししときたい、したいんですけども、事前購入されていただいた方でですね、まあ、昨日のコメントとかでもあったんですけども、まあ、ちょっと購入したんですが、今日会場に来れなかったという方が、というコメントも昨日、来れないというコメントも昨日あったんですが、そういう方がいらっしゃいましたらですね、タイマズさんが対応、何かしら対応して、いただけますので、ぜひですね、タイマズさんの方に、お名前と、まあ、こういう理由で来れなかったとかですね、メールしていただければ、タイマズさんが何かしら対応していただけますので、ぜひですね、そういう方は一度タイマズさんにメールしてみてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日来ていただいた方、そして8000以上お買い上げいただいた方々、本当にありがとうございました。たくさんお土産いただきました。こちら藤岡コーヒー、ありがとうございます。そして比喩に初めての生き物図鑑、これは嬉しいですね。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、そしてこちら、ご自身で CD を作られたという方がいらっしゃってですね、ウッドベースかな、ベースをやられているという方で、CD もいただきました。今度聞いてみたいなと思っております。ありがとうございます。そしてこちら今日来ていただいた方のお子さんですね、キノコがとても好きだということで、このキノコの、世界びっくりキノコの図鑑をいただきました。ありがとうございます。ありがとう。はい、そしてこちらかまぼこですね。これは嬉しいですね。タンパク質豊富ですから、かまぼこは、こちらも食べて筋肉つけたいなと思います。ありがとうございます。はい、そして、こちらあの青森さんからいただきましたアフリカのコーヒー、ありがとうございます。お会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。こちらフィナンシェですね、こちらもいただきました。食べたいと思います。ありがとうございます。いやー、3個もいただきました。ありがとうございます。いや、本当にね、びっくりするぐらいたくさんの方が来ていただいて、マジで嬉しかったです。とても元気が出ました。本当にやってよかったなと思っておりますので、あと、今日ご購入いただいた方もですね、ぜひ、タイマズさんの服を着て、普段生活していただければ嬉しいかなと、そういうふうに思っております。はい、ということで、本当に今日はありがとうございました。楽しかったです。またですね、次回も、第2回目ポップアップ、イベント、あとは、まあ、ファンミーティングとかね、そういうのもやっていきたいなと思うので、ぜひ、ね、そういうことがありましたらぜひ皆さん参加していただければ嬉しいかなと思っております。では皆様、本当に今日はありがとうございました。はい、おやすみなさい。